はい、どうも皆様こんばんちは。鉄道チャンネル笠原信之です。本日はですね、18切符を使ってね、ちょっとまあ具体的に何するか決まってないですけど、とりあえずいろいろ行きたいと思います。で、まず最初に乗っていくのがこちらの6時32分発中津川駅です。あれ、ちょっと待って、千番台っぽくないかこいつ。あれ、ちょっと待ってよ、322って多分千番台じゃなかったかな。中央線って基本3000、やっぱ千番台だ。あれ、飯田線が千番台基本的に入んないんだっけ、どっちだっけ。まあいいや、こんなことあるんだな、珍しい。あれ、こんな珍しいこともあるんだね。ここにいるのが、隣にいるのがあのボックス席の0番台で、1000番台で、ちょっと待ってください。で、そこにいるのもボックス席の確か1005だったと思うんですよ。あれ、ロングシートの211がいないって結構珍しいんじゃないかね。これもやっぱ、ほら、ボックスシートの1000番台だ。1000番台の1000番台の0番台、全部ボックスシートなんですよ、今。あの、見える範囲にいる211系。どうでもいいか、まあ。なんか、結構、こんなこともあるんだなと思いましたね。まあ、とりあえずこのまま、中津川まで向かいたいと思います。ちょっと待って、1005、1006で0番台が多分 5じゃないかな、あれ。あれ なんだろう。あ、5だね、やっぱ。さあ、上松駅で、後続の信濃号に先に行かれるため、ちょっとまあ、あの停車時間あるんで信濃号を取りたいと思います。寒っ。
さて、次はこの名古屋行きでね、大曽根まで行きます。大曽根からちょっと境の方に行きたいと思うんで、大曽根から瀬戸線に乗って行きたいと思います。よし。でちょっと境に用があるんで、ちょっとそれが済んだら北陸の方に向かいたいと思います。あ、北陸行くの？まあいいか。315系地味にまだ2回しか乗ったことないんで、まあ弱旅行者だから1個別に。ここで、あ、神経列電車のあれですね、完全に。違う。座り心地はなんていうか、名鉄のあの9000系とかその辺のなんかあの座り心地だなと思った。あの神経列電車っぽいけどちょっと違う感じかな。うん、まあいいや。よし。快速名古屋行きです。お客様にお願いいたします。危険物の持ち込みは禁止されております。お客様の近くに不審な荷物などございましたら、お手数ですが乗務員または駅係員までお知らせください。ホームカバー。本当に211系っていなくなったんだな。へえ。普通に315系ってかっこいいと思う、個人的には。本当に211系どころか313系もいなくなったっていうのが未だに信じられないんだけど。じゃあちょっとここからね、瀬戸田で境町まで向かいたいと思います。はい。じゃあね、名鉄瀬戸線に乗ってきてみます。瀬戸田って言っちゃうんだよね、どうしても。チャージしなきゃ66円しかねえ。Thank you.
久々通りだと見てるんだな。とりあえずじゃあ動画は一旦ここで失礼します。あっちかアミーゴ。じゃあ金山まで、あの上舞津から金山まで行きます。まあちょっと早歩きで回り直しよう。知らんけど何走った方がいいのこれ。めんどくせえんだけど。
いや別に乗れなかったら乗れなかったらそれでいいわ。待つでしょ、さすがに。さすがに待つはず、大丈夫なはず。もう10分になるけど、そろそろ。はい、じゃあここね。まあ座れるわ。あれ、ロングシートがあるってことはあれか、中央線からの。はいはい。はい。とりあえずここから新快速、大見塩津行きに乗り換えていきたいと思います。あ、その前にあれか、12時56分に確か白鷺があったと思うんで、それを狙います。どこだ、
あれ乗るはずだった新快速って確か大見塩と行きだったと思うんですけど、なんか駿河行きになってんな。あれあれ待って待って待ってあれ新快速なのになんかなんて言えばいいの、駿河方面から来たけどえどういうこと。あ分からん、どういうこと。ドアから音をしてご乗車ください。まあいいよ、音をしてご乗車ください。すごいなおいこれ。新快速米原経由米原まで各駅停車米原行きです。来たね、これでとりあえず南城まで向かおうかなと思います。あれ向こうから向こうにも引っ込みそうなんだっけ。
これ JR マークも多分あのねなくなっちゃうから、これは純粋に、まだ JR としてのねやつなんだろうね多分。お客様にお知らせいたします。この列車には優先座席を設けています。この席を必要とされるお客様に非常ボタンを押してください。この列車のお手洗いは1号車にあります。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。南城到着と。よし、まあこれはあれでしょうね、あの第三セクター化しても多分残ると思うから。てかあれなんね、ワンマンでも運賃箱とか使わないんだね、ここ。あれでも前回使ってなんか、あれもう一個どういうことなんだろう。やべ、足元ぐじょぐじょやこれ。一応こっちで多分合ってると思うんだけど、Google マップさん、マジっすかこれね。マジかおい、これそうだよな、こう行けってことだよな。除雪されてないここ行きなさいと。まあ行くけどさ、いやまあ板谷駅のあの 裏手行くこと考えたらまだいいけど、これやで、これで、まあ一応マップに載ってるから合法な道ってことは間違いないってことはあるね。なんかこう新鮮な領域をね、あの何もないところに足跡つけるとなんかすげえ新鮮な領域を汚してるみたいな感じで嫌だな。よし、これが雪、なんかちょっともうちょい雪っぽくなってくれりゃいいと思うんだけど、今のところまだちょっと雨っていうかみぞれっていうか、だからもうちょっとなんかふわふわって、まあ日本海側の雪って水分多いからこんなもんか。いやもうちょっと山形新幹線みたいにさ、ぶわーってなんていうか、あのすげえ軽く飛ばされる感じで。あ、ここ誰か歩いてるぞっていう感じの雪ちょっと期待してるんだけど、多分この水分、歩いててちょっとこれ疲れるってことはかなり水分多いからきついな、きついなやっぱ。よし、はい、ここで終わりだね、オッケー。うわー、びしょ濡れだよ。まあしゃあねえ。よし、
ばいだもん。いや、カメラやばいとか言うけど、もう、カラスびちょ濡れだよ、これ、今。あれ、ちょっと待って、水とか入ってないよね、これ。ちょっとまずいよ、それ、正直。傘はさしてるとはいえ、大丈夫だね。ちょっとさ、さっきさ、スプリンクラーが、ちょっと待ってよ。これ大丈夫かな？やっぱ乗用車来るよな。スプリンクラーがなんか変な位置まで、なんか結構、これ。なんなんこれ。いやまあ、いいんだけどさ。いやまあ、あれだよな、多分遠くまで飛ばすとか、そういうためにこうなってんだろうけどさ。いや、おかげでびちょ濡れっすよ。いやー、でも楽しいね、これ。よし。ちょっと待って、ここ。いや、ちょっと待って。これは、ちょっと待って。こう行って、こう、ちょっと待って、あー、かかる。なんなんこれ。あ、詰まってて一箇所しか出れないとか、なんかそういう感じか。所定はこれじゃないんだ、だから。身長まで来てるよ、もう。いやー。さて、白鷺57号だな、次。
これね、去年一昨年の、E2 系ハヤテとか、あと山形新幹線翼とか撮影しに行った時の盛岡とかね、
米沢とか福島の雪に比べたらすごい水分が多くて、まあそこまで雪としてはそこまで歩きづらくはない雪タイプの雪だなって、あんま滑らない感じの雪だなっていう印象ですね。やっぱよし、今日ここだね。はい。